それでは中央をご覧いただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。お取りいたします。皆さんよろしいですか。はい、ありがとうございました。いいですかね。はい、ありがとうございます。どうぞ皆さんお帰りください。進行は どうしましょうか。まずは、本日司会を務めさせていただきます、はい、茨城県穂高市に参りました穂高ドラム大使の友木のマスと申します。よろしくお願いします。はじめに茨城県穂高市と市の初めよりご挨拶申し上げます。はい、はい、どうも今年もありがとう。茨城県の穂高市の、はい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 、はい、やっぱり1年ぶりですから、ね、はい、今日でも同じ頃茨城県穂高市の市長の岸田でございます、本日は総理におかれましてはアフリカの4カ国歴訪、そして昨日は、韓国から、大島さん帰宅した、ね、ということで本当にですね、超多忙の中、またお疲れのところですね、私たち私の日本の表敬この方を昨年引き続きお受けいただき誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。昨年の総理の方のコメントもいただきまして、こちらにおりますメディアの方、多くの方々の発信によりまして僕たちのメロンももう茨城県はともかく日本国中に今ブランドリップがアップして、さらにですね、本日は力強いリーダーシップをしている総理の力を借りまして世界の方にですね、反応拡大、そして日本一のメロンを世界各国に売っていきたいと思います。はい、それで力を借り、はい、またですね、牡蠣といえばヘルソン。今はメロンといえば北田でございます。そうですね。はいはい。そういう部分で、北田氏は農水省の令和3年度の産出額は75億、そして、名前ではここでちょっと先言っております夕張が27億ですかね、生産量、そして産出額は日本一ということでございますけど、今まで足りなかったのは、PR ということで、昨年先ほど言った通りですね、総理の力を借りて、また本日は地元選出の額城先生、話城先生、そして参議院になります小杉良介先生、そして加藤明先生、そして地元茨城県議会議員の田山東光先生にもご同行いただき本当にありがとうございます。そういう部分で、茨城県の国会議員の選出の皆さんに、ね、力強く押してもらっているということで PR したいと思います。はい、また今後もですね、総理におかれましては地元開催の G7 広島サミットございますけれども、力強いリーダーシップを発揮されまして成功することとですね、総理のご活躍、ご健勝をお受けに申し上げまして、本来なら何回しゃべりたいですけど、持ち時間15分ということで、先生方からあまり話をするので、今日はメロンの PR でございます。よろしくお願いいたします。貴重な時間、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいません。ありがとうございます。続きまして、ぬかか先生よりご挨拶をいただきたいと思います。はい、いや、韓国大臣、大変ご苦労様でありました。お疲れのところありがとうございます。今の岸田市長からですね、お話がありましたように、はい、ふるさとの誇るべきはですね、岸田市長とこのメロン、あとスイカもあるんですけどね、今日はメロンだけ持ってきました。はいはい、一つ、日本一の売上高、そして産出量、総理もね、日本一の総理を目指してですね、頑張ってほしい。そのメロンを食べればですね、エネルギーが湧いてきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ここで穂高産メロンの PR をさせていただきます。はい、本日お届けに上がりました穂高産メロンは、茨城キングとベンシーメロンの2種類でございます。茨城キングが青い方、青い方、青い方。こちら、そうです。青い方、はい。茨城キングはその前にふさわしい青肉系の大玉メロンで、爽やかな、爽や
風土と生産者の愛情をたっぷり注がれてしまいました。甘く芳醇な北田市産メロンは今が旬で出荷の最盛期を迎えております。ぜひご賞味ください。はい、いいですか、これ。はい、はい、いただきます。今、茨城そうですね、はい、これは生産者がもしスマートでお願いします。はい、皆さんどうもありがとうございます。いただきます。実はここたちは力のある、ね、料理でございまして、はい、J 茨城朝日の J 鉾田ということで、はい、茨城には J 鉾田、明治が J 茨城朝日ということでございます。ああ、そうですね、なるほどね、それぞれ、はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、これ、ちょっと比べないと。アメリカに向けての輸出が解禁されたんですよ。ただ去年の9月の国連総会、ジュネーブに行った時に、9月ですね、カーネギーホールで会場を借りて日本食フェアって開いたんです。あの時の目玉の一つがメロンだったんです。だから一昨年解禁されて、で去年の国連総会の時のその日本食フェアでいろいろ、まあ、いくつかメニューはこうダーッと並んでたんですが、で一番人気があるものの一つがメロン、随分評判良かったなと覚えてます。だからやっぱりアメリカをはじめ世界へこうメロンを売り出していく可能性は大きいんではないかと思いますので、ぜひ日本一の私のメロンですよ、ね、この日本を代表してどんどんとアメリカに、あと世界に売り出していただければと思いますので、いつもご発展を本よりお教えになります。そうです、総理、ちょっと一つお願いなんですが、私一人にお願いしたことございませんけど、総理、昨年、そして本年、総理が在任中は毎年僕たちの評価を受けてもらえればと思いますので、はい、今までの歴代の総理は安倍元総理ですけど、3188、それを超えるように、私の皆さん、ほとんど応援してます。よろしく。広島ばっかり考えると、ほくたしでも、力強く応援してます。同じ季節から、はい、よろしくお願いします。それではここで皆さん、体質お願いします。ありがとうございます。